ジョン・グラブ・パークはアメリカ合衆国陸軍の職業軍人であり、南北戦争では北軍の将軍だった。南北戦争での従軍はアンブローズ・バーンサイド少将と密接な関わりがあり、アンティー・タムの戦い、フレデリックスバーグの戦い、オーバーランド方面作戦などの使用改善でバーンサイドの参謀長を務めていた。バーンサイドの指揮したノースカロライナ遠征。 西部戦線のビックスバーグの包囲戦、東部戦線に戻ってステッドマントリでの戦いでは、野戦式で実績を残し、ポトマック軍も短期間だが代理で指揮した。ジョングラブパークは1827年9月22日に、ペンシルベニア州チェスター軍のコーツビルで生まれた。父はフランシス・ジー・パーク、母はサラー・パークだった。1848年にウェストポイントの 陸軍士官学校を卒業し、アメリカ陸軍工兵司令部の名誉将尉に任官された。工兵士官として、アイオワ州とリトルコロラド側の間の境界線を決定し、ミシシッピ側から太平洋に至る鉄道を通すルートの測量を行った。1857年から1861年、アメリカ合衆国の北西部とイギリス領を来たアメリカの 境界線を言葉で表現する任に当たった部隊の測量市長を務めた。南北戦争が始まると、パークは志願兵の順将に指名され、1862年初期のノースカロライナ州海岸への作戦では一行旅団を指揮した。1862年3月23日の名婚砦の戦いでの功績により名誉昇進を受け、同年7月18日には、 志願兵の少々に昇進となった。ポトマック軍では短期間だが、第9軍団第3師団長を務めた。その後アンティータムの戦いからフレデリックスバーグの戦いにかけて、アンブローズ・バーンサイド少将の参謀長となった。その後は、第9軍団長に戻り、ビッグスバーグ方面作戦のために、西部戦線に転戦した。ノックスビルの防衛戦では、 オハイオ軍で再度バーンサイドの参謀長になった。東部戦線に戻って1864年のオーバーランド方面作戦でもバーンサイドの参謀長を務め、そこからピーターズバーグ包囲戦の初期段階ではバーンサイドが第9軍団長となった。クレーターの戦いの後バーンサイドが解任されパークは第9軍団長になった。その後のグローブ多番の戦い、 ピーブルノ園エンの戦い、ボイドトン、プランク道路の戦いはパークが第9軍団を指揮した。1865年、ポトマック軍指揮官であるジョージ・ミード少将が会議で、不在の時、上級指揮官であるパークがその代行指揮官となり、それはステッドマントリでの戦いからミードが野戦に戻るまで続いた。ピーターズバーグの陥落からアポマトックス方面作戦の間も、 第9軍団を率いた。1865年、ステッドマントリデでの功績が認められ、パークは正規軍の名誉少将に指名された。南軍が降伏した後、パークはワシントン軍管区で第9軍団を指揮した。一時的には第22軍団も指揮した。パークは1866年1月15日に志願兵任務から除隊となった。その後は、 公平士官として務め、1879年3月4日に中佐に昇進した。1884年3月17日には大佐に昇進した。1887年8月28日から1889年6月24日には陸軍士官学校の校長を務めた。1889年7月2日に陸軍を退役した。 1900年12月16日、パークはワシントン DC で死亡し、後には妻のエレンが残されたが、子供はいなかった。パークはフィラデルフィアのセントジェームズザレス教会の墓地に埋葬されている。パークは公的な改良や西部への探検について、いくつかの報告書を残している。地図制作者も務め、ニューメキシコ順州とカリフォルニア州の地図を出版した。 ありがとうございます。